こんにちは。今日はチャップリンの独裁者です。現在のウクライナ侵攻でロシアのプーチン大統領がヒトラーのようになっているという話をマスコミが報じるようになりました。今から80年以上も前にそのヒトラーと戦ったのがチャップリンです。ですがチャップリンの武器は銃でもミサイルでもありませんでした。その武器とはお笑い、つまりコメディでした。第二次世界大戦時、ヒトラーがヨーロッパ侵攻の真っ只中で公開されたのが、このチャップリンの独裁者でした。今日はその2人の人生と、この映画が制作された歴史をお話したいと思います。同い年で、同じひげの世界で一番嫌われた男と、世界で一番愛された男の戦いです。参考にしたのは、この映画独裁者のクライテリオン版ブルーレイに入っていた2001年のドキュメンタリー The Trump and the Dictator とその他自分で調べたものです。1889年生まれの2人は同じ週に生まれました。チャップリンが4月16日、ヒトラーが4月20日です。チャップリンはサウスロンドンのスラムでボードビルで歌っていたシンガーの父親と同じくシンガーだったハンナとの間に生まれます。父親は母を捨てて出て行ったため、幼少の頃は極貧生活を送ります。そして母は精神的な病気になり、チャップリンは孤児たちの施設に送られます。その頃の辛い思いをチャップリンはキッドの中で描いています。そしてヒトラーはオーストリアで乱暴な父親のもと生まれます。母親は父の家の家政婦でした。父から守ってくれた母をヒトラーは終生愛したと言われています。学校が嫌いだったヒトラーは勉強もしませんでした。将来は画家になりたいと思っていました。2010年頃、チャップリンは貧困から逃れるため劇場に出演していたところ、アメリカ巡業へ行き、そこで映画に出会います。ヒトラーはウィーンに出て美術アカデミーを受けますが、受験に失敗してしまいます。歴史にもしもがあったなら、ここでヒトラーが受験に受かっていたら、世界の歴史が変わっていたでしょう。1914年、チャップリンは映画の中で初めて浮浪者の格好で登場します。その後、このスタイルはチャップリンのトレードマークになります。その年、第一次大戦が終わり、25歳のヒトラーも浮浪者同然でした。ヒトラーはドイツ軍の兵士になりたくて、ドイツへ戻ります。チャップリンはそれから売れ始め、世界最高のサラリーで映画に出るようになります。チャップリンは権力者、支配者に逆らい、やっつける映画を量産し、大衆から喝采を受けます。1918年、担いつつでは、ドイツ軍を茶化すコメディを作り、そしてダグラス・フェアバンクスたちと自分の映画スタジオ、ユナイテッド・アーティストを設立します。これでチャップリンは芸術的な自由を手に入れることになりました。その頃ヒトラーはナチ党へ入党します。1923年、牢獄でファシストのムッソリーニの影響を受けた我が闘争を執筆します。1929年10月29日、ウォール街で株の大暴落があり、大恐慌に陥ります。ドイツでも暴動が起きるなど、街が荒れていました。ドイツは強いリーダーを必要としていました。ヒトラーは演説に向いていました。彼はまるで演技をするように演説をしたと言います。ヒトラーを助けたのは映画でした。それまでの映画はサイレントだったのですが、1927年のワーナー映画、ジャズ・シンガーのヒットで映画は陶器の時代になります。その技術をすぐに利用したのがヒトラーでした。彼の演説はニュース映画として映画館で流れ、人々はヒトラーに魅了されます。そのトーキー映画第一作、ジャズ・シンガーは、アル・ジョルスン扮するユダヤ人歌手の成功物語でした。チャップリンはですが、パントマイム主体のサイレント映画にこだわっていました。1933年、ヒトラーは首相となり、その後大統領となります。そして反ユダヤの政策を実行します。その頃アメリカでも移民を排除し、反ユダヤの流れが起き始めます。自動車会社フォードの社長がヒトラーを支持していると聞いて、チャップリンはフォードへの当てつけともいえる工場の流れ作業をコメディにしたモダンタイムスを発表します。この時もチャップリンはセリフを話さず、何語かわからない言葉で歌だけ歌います。その後、チャップリンはヒトラーのヨーロッパ侵攻を見て、長年考えていたナポレオンの企画をやめ、1938年、ヒトラーのパロディ映画を制作すると発表します。当時、まだドイツと戦争状態になかったアメリカは、ルーズベルト大統領以下、このチャップリンの映画にいい顔をしなかったと言います。1939年4月、ヒトラー50歳の誕生日に行われた軍事行進は、歴史上最も大きいものでした。その時、チャップリンは脚本作りに没頭していました。そして、第二次世界大戦が始まるのでした。この映画、独裁者は80年以上も前の作品ですが、今見ても十分面白いです。各シーンが全部ショートコントみたいだし、子供から大人まで誰が見ても笑えます。その完成度は驚きです。有名な地球儀の風船を投げて戯れる独裁者のシーンもいいですし、ムッソリーニをモデルにした役のジャック・オーキーも唇をとんがらして似せてきています。チャップリンはユダヤ人の役をやっていますが、実際はイギリス人で、ユダヤ人ではありません。恋人役のポーレット・ゴダードはユダヤ人のハーフでした。彼女は当時のチャップリンのパートナーでした。映画「風と共に去りぬ」の最終選考でスカーレット・オハラ役をビビアン・リーに取られて意気消沈していたので、チャップリンが出演させました。クランクインは1939年9月9日、第二次世界大戦が始まって6日目に極秘で撮影が開始されました。撮影中もナチス・ドイツのフランス占領があり、公開すればチャップリンの命も危ないと言われました。そして1940年10月15日にブロードウェイシアターでワールドプレミアが開かれます。制作費はどこの会社も出してくれなかったので、チャップリン自身が全額負担しました。制作日数559日の超大作です。もしこれが当たらなかったら破産するという状況でしたが、チャップリン映画史上最大のヒットになりました。1940年当時、日本は日独伊三国同盟もあり、当然この映画は上映されず、初公開は20年後の1960年でした。独裁者は日本でも大ヒットし、キネマ旬報のベスト10でも第1位になりました。ストーリーは、冒頭、ユダヤ人の床屋と独裁者が瓜二つなのは単なる偶然であるとテロップが出ます。第一次大戦末期の1918年、チャップリン扮するユダヤ人は、トメニア国の兵士として戦線にいました。そこで上官であるシュルツの命を助けますが、飛行機事故で記憶を失ってしまいます。20年後の1938年、彼はゲットーにある自宅に戻り、床屋を再開します。彼は隣に住むハンナと恋に落ちますが、時代は独裁者ヒンケルが強権を振るい、ゲットーに住むユダヤ人たちは迫害を受け始めていました。そこへ独裁者ヒンケルに逆らい、逃げてきた将校のシュルツをかくまったため、床屋は捕まり、収容所へ送られます。シュルツと共に脱走を図った床屋は、軍部に独裁者ヒンケルと間違えられてしまいます。そして世界に向けて演説をしなければならなくなるのでした。このラスト約6分間にわたるチャップリンがカメラ目線で話すスピーチは世界中で物議を呼びました。それまで頑なにトーキーを嫌がっていたチャップリンは、そのトーキーという武器を使ってメッセージを世界中に送りました。脱走した床屋が将校のシュルツに促されて演説をするときに、It's only hope。これ以外に助かる見込みはないというホープを使います。そのホープという言葉を聞いた床屋は観念したように話をし始めます。そしてその演説こそが人類のホープ、つまり希望の声だったんですね。ここでチャップリンは独裁者ヒンケルでもユダヤ人の床屋でもなく、チャップリン自身の言葉で演説をします。チャップリンは言います。私は皇帝になんかなりたくない。むしろ助けたい。人種を超えて人類は助け合えるものだ。兵士諸君、独裁者の言いなりになって死んではいけない。平和のために、民主的な国家のために戦おう。と。ここで重要なのは、演説の最後にチャップリンが語りかけるポーレット・ゴダードを扮する恋人の名前がハンナだということです。ハンナとはチャップリンの母親の名前です。精神的に病んで極貧の中で亡くなった最愛の母に向かってチャップリンは空を見てごらん、希望はあるよと語りかけます。それはつまりチャップリンの心の声だったように僕は感じます。後日談としてチャップリンは第二次世界大戦後吹き荒れた反共産主義の赤狩りのおかげでアメリカを追われてしまいます。これは冷戦時代の話です。この件については機会があればまたお話したいと思っています。そしてヒトラーは1945年地下牢で自殺をします。果たしてヒトラーは当時この映画を見たのかという疑問ですが、当然ドイツでは上映禁止でした。残っている文献と証人の話によれば、ヒトラーはナチの幹部たちと一緒に鑑賞し、あのムッソリーニと床屋の椅子を上げ下げするところで大笑いしていたといいます。そしてもう一度、今度は一人だけで見たそうです。一体ヒトラーは何を思ったのでしょう。第二次大戦時の狂気の時代とそのよどんだ世界の空気の中、ナチの独裁者ヒトラーの全盛期にコメディのパンチを浴びせたチャップリン。その勇気を僕はすごいと思います。これは笑いの持つパワーがどれだけ大きいかがわかる歴史的な傑作です。だから僕はこの映画が好きなんです。今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。てなことで、また。